ミミさん、ちょっといいですか？ええ、もちろん。どうしたの？ミミさんって、耳売り、ん？耳売り、ん？耳売りエフォン・シュバルツラング。そう、耳売りっていう名前じゃないですか。もしかしてなんですけど、ミミさんって貴族だったりします？あら、わかっちゃう？やっぱりわかっちゃう？そうよ、私は貴族、栄えあるシュバルツラング家の出身なの。おお、やっぱり喋り方とか普段の感じとかどことなく貴族っぽいなって思ってたんです。それミミちゃんの態度が悪いってことなっちゃ。そこうっさい。まあ貴族って言っても何が変わるわけじゃなし、家の名前に関係なく私は私。もしルルアが私を貴族みたいだと感じるならそれは私の所作が素晴らしく優雅だってことよ。おお、自信にあふれてる。うーん、やっぱりミミさんってすごいな。でしょ？もっと褒めてもいいのよ。ミミさんかっこいい、素敵、ヒューヒュー。私もミミさんの真似をすれば貴族っぽくなれるかな。そう、どうかしらね。しっかり頑張れば大丈夫だと思うけど。どう？少し試してみる？あ、ぜひぜひ。それじゃあまず普段の立ち方から。